こんにちは、池田です。今日のテーマは Facebook の情報発信でどんな内容を投稿すればよいかということについてちょっとお話をしたいと思います。私のところに時々質問が来るんですけども、どんな写真、どんな内容を Facebook でアップして情報発信していけばよいですかということを聞かれます。よくですね、情報発信をしている起業家さんの投稿とかを見ると、まあ、よく言われるのがキラキラしている投稿、例えばですね、華やかなパーティーに行った時の写真だったり、あるいは旅行、海外旅行に行った時の写真だったり、例えばなんかすごく、豪華な食事を食べに行ったとか、まあ、そういったような投稿をしている人時々見受けられます。で、まあ、これらのいわゆる、まあ、私ちょっとここでキラキラ投稿って言いますけど、キラキラ投稿が必ずしも必要なのかどうかということをもし聞かれた場合に、その答えはイエスでもあるしノーであると思います。これはとても重要なポイントなんですけど、情報発信をする時においてまず一番最初に考えなければいけないのは、あなたの見込み客、あなたの見込み客に対してそのメッセージが届くものなのかどうなのか、そのあなたの情報発信はあなたの見込み客の悩みだったり、あるいは見込み客は最終的にあなたの商品の購入に結びつくような、そういった投稿になるのかどうか、ここを考える必要があるんですね。私はですね、何もその情報発信であなたの商品を販売しなさいということを言ってるわけじゃないです。むしろですね、日々の Facebook の投稿の情報発信では商品については触れない方がいい場合が多いです。で、そのさっき言ったキラキラ投稿なんですけど、これはですね、例えばその Facebook で投稿を行うときに、まず一つ重要なのは価値提供、何かそのやっぱり、あなたの見込み客が役に立つというような、その情報を受け取ってすごく役に立ったなっていう価値は提供する必要があります。で、Facebook の投稿では写真プラス文字という形で写真と文字を両方アップすることができますけど、例えばその今海外旅行ですごくゴージャスなところに来て、こんなに私の生活は幸せです、今すごく楽しい休暇を送ってますっていうような商品、そういったような投稿だけをした場合に、それは果たしてあなたの見込み客がそのあなたの投稿を見てどう思うのかどうか、それを見てうんだから何というふうに思われてしまった場合は、これは必ずしもいい投稿であると言えません。もちろんですね、いいねをもらったり、あ、ギリでね、すごく綺麗ですねっていういいねを押してくれる人もいるかもしれませんけど、でもそれが見込み客の心に刺さるようなものではなかったとしたら、そこは少し改良する必要があります。例えばあなたが海外旅行の素晴らしいビーチリゾートに行って楽しい生活、楽しい休暇を送ってます、それはそこでどういうふうにそのあなたのストーリーを見込み客の状態につなげていくかっていう、このテキスト、文脈っていうのはとても大事なんですね。例えばあなたがその今海外で、ビーチに来ています、すごく夏休みで、楽しい休暇を送ってます、なぜなら私はその、オンラインのビジネスで、どこにいても仕事ができる、今この海外の場所にいてもそれでもそのオンラインを使うことによって、常にマーケティングで人を集客して商品を売ることができる、だから今こういった海外で、楽しいね、休暇を過ごすことができてます、生活を送ることができてますという形でつなげるんであれば、その投稿は有効です。例えば美味しいものを食べに行って、その美味しいものを、例えばそれが今日こんな豪華なお寿司を食べましたとか、あるいはフレンチ、イタリアンを食べましたっていうだけで終わってしまったら、それは情報発信としてはあまり良いものではありません。そこに見込み客の状態をつなげていく、あなたも一生懸命頑張れば、こういった私と同じような生活をできますっていうような、そういった意味合いのテキストをちゃんとそこに備えてあげて、価値提供、情報発信をしていく、そういう形でやっていけばキラキラ投稿も有効に働きます。今日はですね、ポイントとしてはキラキラ投稿をするときは必ず見込み客に、見込み客の悩みを解決するものだったり、見込み客の未来を示唆したり、あるいは見込み客にとって役立つ情報を組み合わせて情報発信をしましょう。
ということです。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。